おはようございます。こんにちは、こんばんは。刹那圭介です。今回は、このゲーム、記憶少女というゲーム、このゲームを実況していきたいと思います。よろしくお願いします。そうですね。いつも通り、続きから。では、探索をしていきたいところですが、今回は、YouTube の方のコメントでアドバイスをもらったんで、それをやっていきたいと思います。ではその場所までカットで。まずここですね。何があるのかと言いますと、コメントの方でアドバイスをいただきました。これの実用の、これがどういう必要になってくるかということですね。これはこう動かして、あれ、あ、動く、こう動かして、こう動かせば、これを踏み台にしてこれを調べられるということらしいですね。全然発想してなかったな。なるほど、それはそうか。こういう感じで、なんか足場にできるもんが動かせたら、なんか高いところのものを取れるって考えた方がいいんかな。次からそのことを考えてみないけませんね。とにかく今回も俺はその発想にたどり着きませんでした。コメントしてくれた方に感謝したいと思います。まあとりあえずこんな感じで、肖像画の裏に何かが引っかかっています。目のことはもうするなんじゃ。取りますが、もちろん机の鍵で、こいつはそのままなんかな。これ、あれ、動かせない。まあ動かさんでもいいんやけどね。こいつなんか動き出しそうなんで怖いよね。とりあえず机の鍵が手に入ったわけで、行方の机、行方のお姉ちゃんの部屋に行けばいいんか。まあその前にもう一つ、これと同じ要領で手に入る部分があるんだ。おい、そうか、こう、ゆけの姉ちゃんのピアノだったんかな。ほうほうほう。まあいいや、次の現場へ行きましょう。ここだったかな。お、え、なになに、え、なに、ちょっと、お、生臭いって、あれ、こんなんあったっけ。え、なになに、うん、おでやお兄ちゃん。おでやお兄ちゃんは、足と腕を折られ、ビニール袋の中に入れられていました。お兄ちゃん、生きてるよね、返事してお願い、返事してよ。おでやお兄ちゃん、ひどい、私から3人も大事な人を奪っていった。もうおかしくなりそうだよ。お姉ちゃんが死んで、お母さんも死んで、お兄ちゃんも死んで、みんな死んで、うわー、もうこれ以上私が大切な人を奪わないでよ。悲しいよ。私は大切な3人の人の命でおかしくなっていた。よく知っている人の血の匂い、大事な人の死んだ肉、うつろな目、口をポカンと開け涙を流している。そんな姿を見てももう涙が出ないくらいに。まさか元山兄ちゃんの死体も出てくるとは。セーブしますか。はい、これは9歳にはすごい重すぎるって言っていい悲しい出来事ですね。僕は18歳、まあミュウちゃんの倍生きていますが、ここまで悲しい出来事にあったことはないです。ホラー要素ですね。モテお兄ちゃんの服のポケットに3階物置と書かれた鍵が入っていました。お、鍵2つ目じゃん。立て続けに2つ目に入った。ではさっきと同じ要領に、あ、これか、あれ、確かタンスだったような気がする。というわけで無理です。
これを単数ってコメントでいただいたんですよね。というわけでこっちに持っていく。もうここで鍵手に入れて、お、うん、ここで鍵手に入れて、その先にさらに何があるんだろうなって感じですね。とりあえず動かします。おお、登った登った。タンスの一番上の引き出しの中に何か入っています。あ、そういや、なんかタンスの一番上にも何かあるとか。取りますか。はい、図書室の鍵を手に入れました。あ、そうか、第2を先に見たね、見たんじゃ俺は。第1もあるんだったな、そういや。それの鍵か。まさかの立て続きに鍵を3つ手に入れることになるとは。まさかの。よく見ると第1図書室と書かれている。まったくだよ。これはさっき見た。もう一つどこやっけ。あ、これこれかい。元屋の服のポケットに入っていた。さっきどれ行こうかな。多分第1は第2の近くにあると思う。多分ね。ゆきえの机。あ、これが一番近いんじゃないかな。多分やけど。あと3回物置きもどうかな。まあいいや。とりあえず適当に動いてと。ここかな。あ、ここじゃ。あ、図書室ここか。あ、第2とは別の部分にあるんだよね。では、入りましょう。手がセーブがしたいぜ。セーブさせておくれ。カエル君、カエル君、カエル君、セーブをさせておくれ。セーブをさせておくれないか。カエル君、君はどこにいるんだい。あ、そっか、ここだった。てか、これ、このくだり前もやった気がするんやけど。じゃあ、とりあえずそうですな。図書室ですな。into 図書室。またトランザム使った方がいいかな、これ。あー、トランザムは、あれですね。あんまり使いたくないんですわね。まあ、しょうがない。じゃあ、行きますか。トランザム。BGM つければいいのに。BGM? 何それ、美味しいの？お？テントの大冒険シリーズの本がたくさん並べられています。それだけかい。うん、テント。本には何もなかったよ。トランザム使いますとか言うだけど、もうトランザムなしでいいや。なんかトランザムはめんどくさい気がする。積み木をはめ込みますか。お、詰め込み、積み木ここで使うんじゃ。結構、結構最初の方に手に入れて、結局何に使うんだろうって思ったら、鍵家かな、鍵側になるんかな。お、なんこれなんこれ。別に適当でいいんじゃない。おう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 、順番とかあるん？なんそれ？なんかヒントあるかな？家族写真。これにヒントがあるって言うたらそうでもないだろ。そんなことないだろう。周期表の切れ端。いや、関係なくね。謎のメゴバギ。あ、これ終わったわ。え？じゃあ、ダイイングメッセージ？い、や、だ。いやだ。うんうん。苦しい、息が。いや、わからんわからん。助けて。助けて。いや、わからんて。まあ、とりあえず、僕の経験としては、角張った部分が少ない順ってことで、丸、三角、あ、四角、二つあるわ。まあ、それはそうなる。お？机と椅子が置いてあります。何もなしですか。そして、なんか、ここだけ床が違うんですかね。違うんですがね、あれ？そこノータッチ？床が違うことにはノータッチなん？まあいいか。じゃあなんかヒント欲しい。ヒントが欲しいですよ。
まあヒントを探すもそうですが、あと鍵2つあるんで、そっちも、なんだろう、行方の机と書かれているってやつと、もう1つが3階物置。雪の机って、雪の部屋ってこっちだった気がする。どこやっけ？ここは音楽室。元はお兄ちゃんの部屋で。あ、ここ先入ったっつうの。いや、今入ったばっかなのに。ここやっけ？ちゃ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 。引き出しない、今の机。あ、机、引き出しなしだって。あれ？どこやっけ？ゆきえお姉ちゃんの机って、いや、部屋ってどこやっけ？まあいいや。長机。まあ、引き出しないものね。ゆきえお姉ちゃんの部屋はどこにあったか。すっかり忘れた。だからここの図書室やし、元やお兄ちゃんの部屋がここやし、ねえ。じゃあ、正直面倒なんで、カットで、ここもカットで、カットするわよ。鍵があったわ。さっき鍵使っとこう。あの3階の物置だったっけ？わ、暗っ。物置暗っ。まあ、しょうがないか。そうですな。ここ、見覚えが。今の、また黒い、またあの黒いのが。何？壊れた冷蔵庫が置いてあります。黒いやつが絡んできとんじゃ。料理本が棚に並べられています。キャー！何？また死体？ちゃうんか。段ボールの中には大量ウジ虫が動き回っています。大量のではないんだ。大量ウジ虫。とりあえず、ウジ虫がおるだけか。ウジ虫が湧くイコール死体じゃないかなっていう感じもあるが。引き出しは壊れていて、開きません。他には？薪が置いてあります。薪？この家、この薪で、風呂を沸かしちゃったりするんかな。木製の大きな丸机が置いてあります。でかっ！ こんなでかい丸机、そうないよね。サザエさん一家が使いよるような感じやね。なんか、家族全員が囲んでね。食事をとる的な。ゲームの攻略本が棚に並べられています。完全に元やお兄ちゃんのだろ。ゲームするんじゃ。で、元やお兄ちゃんの机のパソコンにあったんが、危険なじっちゃだったっけ？ ほう、危険なじっちゃ攻略本使ってもあれ無理やろ。しかもめっちゃあるんや、棚に並べられていますって。この棚全部が攻略本なん。元やお兄ちゃんゲーマーやん。コアなゲーマーやん。すごいな。ゲーム実況者として見習うべき存在かもしれない。何も入っていません。何も入っていません。木製の小さな古いタンスが置いてあります。中には何も入っていません。立派な木製の大机が置いてあります。でかっ。 さっきの丸いやつの四角い版って考えたらいいかな。棚にはたくさんの推理小説が並べられています。おう。誰の趣味かは知らんけど、なかなか。よく見ると、棚に落書きのようなものがあります。染色を必ず2回通るべし。どういうこと？通るべしって、なんのこっちゃ。まあ、覚えとかないかんってことね。染色は必ず2回通る。そもそもこれ染色って読むんかな。まあいいでしょう。それが、そのヒントが頼りになりそうなところなんか思いつかんけどね。タンスの中に桜の模様がついた鍵が入っています。持っていきますか？はい。
桜の模様の鍵。桜の模様ってさす完全にあそこやね。1階にあった桜の模様がついた机やね。おい、え、なになに、やめんじゃん。わあ、うそ、え、なに今のやん。ほんと映画で見たことあるような顔だったような、え、映画で見たことあるようなリングのただこ。まあいいや、本当にここはどこなの。お家に帰りたいよ。どこなのって、これミュウちゃんの家じゃないんだ。さて、ガンガンガンって何？今のなん、ガンガンガンは。ガンガンガンで反射的にここに逃げ込もうとした俺はどうだった？あ、やべえ。おーや、ちゃ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 。え、何？いい子ですね。いい子ですね、じゃねえよ。よし。てか、ゲームオーバーなんじゃ。嘘。え、何をすればよかったんかな。左じゃなくて右に逃げ込んで隠れる、隠れるんは正しかったんだ。あー、セーブしたん結構前やな。どこまで行ったっけやっぱめっちゃ前に戻されたんじゃなかったかなこれ。もてやお兄ちゃんの死体また見つけてない頃かな。まあいいや、じゃあとりあえずあのところまでカットで。はい、戻ってきました。とりあえずあれだね、話はここで鍵を取ってから始まった。あれ、でもってあれじゃないわ、戦車のことはいいな。あれあれじゃないかな、これ。お、今一瞬赤く返せ。何今の声。え、いけるんこれ。え、なこれ、何の話や。これフラグ立ったけん帰って生きるパターンか。ゲームオーバーもう一回ならない。まあいいか、まあ鳴った時は鳴った時でいいか。あ、で確か、いや、そうじゃなくてさ、え、どっか、わっ、うん、まあこうなる。え、どうすればいいの、なんか対策もないか。うん、なんか対策はないか。このまま下行ったら死ぬんじゃない。え、あれに喋りかけたら生きるとかそういうんかな。え、入り込む、逃げ込むとかないん。え、どうすればいい、このまま下行っていけるか。え、がんで、ダメで。え、何が何、ゲームオーバーか、ダメやん。え、じゃあどうすればよかった俺。なんじゃこれ。まあ時間が時間ですし、まあ攻略は次のパートで考えますか。では今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。シーワゲ、あの黒いやつね、次会ってくとは会った時はボコボコにしてやるからな。